実は先ほど大西先生からお手紙を預かりまして、ちょっとこの場をお借りしてご披露させていただきます。早いもんで優作がうちに来てから5年の月日が経ちました。初めておたのが19歳、19歳と20歳の境目が一番衝撃的やったかもしれませんね。僕はちょうどその頃体が悪く、一人では杖がなくては歩行困難な状態。ボイストレーニングのレッスンもやめようか続けようかと迷っていた時でした。だから君がうちに来ると言うた時、最初のうちはあかんあかんの一点張りでした。でも君が言うた一言でレッスンをやめようかと迷っていた自分が情けなく思いました。この子のためにも、そして今レッスンに通っている人たちのためにも、もう一度指導者として頑張ってみようと気持ちを新たにしました。今でもはっきりとその時言うてくれた言葉を覚えています。僕が先生の杖になります。一生忘れへんでしょう。この5年間いろんなことがあったな。外身も中身も少しは大人になったようや。いつまでもゆうちゃんの愛称でみんなから親しまれていてほしい。ゆうちゃんがいたから元気にもなれた。ゆうちゃんがいたからみんなに出会えた。ゆうちゃんがいたからこうして25周年のコンサートもできた。ありがとう、ゆうちゃん。設立25周年記念アップライトエージェンシーミュージックフェスティバル歌い納め、木村優作さんのシェフ、大きな温かい拍手お送りください。
よ子供と奥さんの話すると決めが垂れる生き方にレシピはねえんだよって肩を叩いた後ごまかし笑って湿った夜空を寂しく見つめてた一生懸命やることさえも垂らして働くことも馬鹿にされてしまう世の中だから人は素直になれなくて優作いつものやつ誠にありがとうございました。今週から寒さも一層厳しくなり、その中でこのような温かいコンサートができ、本当に感謝の気持ちで胸がいっぱいです。僕はすいません天神のも戦わせていただいて5年になるんですけれども、最初は怒られっぱなしで言葉の語尾を上げるとそれだけで人を見下してるとか、人の話を聞いてても聞いてうちに入らん、人の話を聞く耳を持てとか、最初は理解ができず反抗してた時期もありましたが、本当に今となって教えていただいて本当に良かったと思います。大西先生との出会いで僕の人生が大きく変わったと言っても過言ではありません。歌という目標が見つかり、今ステージに立っている仲間との出会い、そして厳しくも温かく見守ってくださるお客様と出会うことができて本当に感無量です。これからも日々精進してまいりますので、応援のほどよろしくお願い申し上げます。